日羅関係では古代の日本と白木との関係について解説する。本校では古代より白木が滅亡する935年までの歴史を解説する。以下、各国史書に基づき白木と和国に関する歴史を解説する。三国式によると白木建国時より日本による白木への軍事的な信仰がたびたび記述されている。 多くの場合日本側が勝利を収め、白木側は、食料、金銭、一部領土等を日本に割譲した。また白木建国の王族の昔氏や牧師も和人とされる。また、白木の重鎮には和人も登用されていたとされる。三国式白木本義によれば、白木には牧師、昔氏、金氏の賛成の王 k があり、それぞれ失祖説はを持つが、和国、または、 和人との関連伝承が多い。建国初期に和人勢力との関わりを伝えることや、複数の応答を持つことなどは、こうくりクダラの始祖説話体系とは異なるところである。白木の始祖説話は、紀元前後に繋ぎ念されたものではあるが、実際に、白木で生が用いられるようになったのは六世紀からで、ある。また、三国式は百四十五年に編纂され、 三国維持、も、高麗時代の1280年代に、成立しており、高代からの視点で編纂されていることに留意する、必要がある。日本側伝承では、白木の祖は、うがや吹き不合命のこの稲日の命だとされている。また昔氏の出生について、和国東北千里とされ、今の兵庫県北部、熊本県北部、 山口県中部等と推定されるが、時代を下ると、兵庫県と洋歌周辺のアのひぼこ伝承との関連が指摘される。昔史は、現在の日本の田島、丹波、日後、津王のいずれかの地域から船で渡った和人と見る向きが多く、その後、日本に戻ったとされる。アのひぼこに登場した王子は、田島に腰を下ろしている。三世紀頃、半島南東部には、 新刊十二国があり、その中に後に白木となる各足国があった。新刊の神は各足の闘温で、新刊とは各足国を中心とする刊の国々の意味と考えられている。白木は、この各足国が発展して、基盤となって周辺の小国を合わせて発展していき、国家の体を成したものと見られている。四世紀から五世紀にかけての白木徳柄は、 高ーと和国に比べて国力も領土も弱小であったことに注意すべきであると竹光誠は指摘している。当時の白木の領域は北九州と同程度でくだらも白木の2倍ほどであった。また、白木にとって自国と同程度の広さの北九州と中国、四国、近畿地方を領土とする山和朝廷は脅威であった。 白ラの建国時期は356年とされる。朝鮮元世。1880年、月岡義都氏。神宮皇后による三冠性伐は白ラ政党説話とも呼ばれ、説話的な要素が強く、すべてが史実とはみなされてはいないが、当時の和国と半島の関係には、説話が支持する実績もあり、研究が続いている。また、日本初期の記念など、 計算法によって、当該時期が変わる。和国から白木への大規模な軍事侵攻があったこと、また、白木が和国に服属していた時代もあったことは、朝鮮や中国の資料からも現在確認できる。公海道王妃や中原航栗妃により、時期によっては、和や航栗によって、一定の支配を受けていたことも明らかとなっている。公海道を日、公海道を日によれば、そもそも白、白 百山は俗民であり、調合していた。しかし、我がかのとう年に海を渡り百山、から、白木を破り、新民となしてしまった。とあり、上代の時期に一時期とはいえ、日本の俗国になっていたことが伺える。未まな日本府問題や414年に建立された、北海道非比分における百山白木旧世俗民、吉来町三次、 しかも愛来ウドシクルト海派百残から白木も、ため、新民くだらと白木は、高栗族民で調行していた。しかし、我がかのとう年に海を渡りくだら、から、白木を破り、新民となした、公海道秘文の内容についての韓国側の、解釈韓国側からはこの内容の主体が側国では、なく、高栗であると解釈している。すなわち、くだらと白木は、 高栗の族民で長江していた。しかし、我がカのと運年以来に海を渡ってくるので、高栗が白木とクダラを新民となした。という解釈である。コ栗クリ公会堂は391年に即位した直後にクダラに出兵し、クダラ北方の銃が城を占め、同年10月にはクダラ北方の最大の要衝であったカン城まで攻め落として、クダラを南に大きく追い込んでいた。 そして、和国、くだら連合の影響力に孤立していた白木がこの状況を打開するため白木のナコツ王が老いである波、ズナヌ二式を高栗に人質として使わし、高栗と同盟関係を結んだ時期も翌年の392年であることからすると、秘文の主体が高栗である可能性は高いとされる。そもそも、公海道王妃は、公海道王の功績を称え、 追慕する目的で彼の息子によって立たれたもので、そこに和国がくだらシラギを攻撃したという彼の功績とは関係もない事件を記す可能性は低い。そして当時の和国はくだラとミマナと連合を組んでシラギを攻撃していた立場でお互い政治的に深く絡んでいて先進文物までも伝えているくだラを和国が攻撃したとは考えにくい。 食光図における和国への白木の副属2011年に発見された諸番食光図巻では、カク国が関野和に属したと記してある。カク国、本当維新官の、おぐになり、義次曰く白木、総次曰くカクその実る和也、ある族官ある族は、国を不能自通詞兵。普通二年、その王名津のる旗、ししずいくだらともよしこんがたもの。 その国、ありしろ、こういく県年。その族とも、高麗小類。無文字、国記多目藩、言語町、九だらしかもご通縁かくら国は、元は、当位の新官の小国。義の時代では、白義と言い,い、竜僧の時代にはかくらというが、同一の国である。ある時藩に属し、ある時は和に属したため国王は使者を派遣できなかった。普通2年に、 ツノル神王がクダラに随伴して、初めて長考した。各羅国には、剣年城という城があり、修族は、高来と、類似し文字はなく木を刻んで反とした。クダラの通訳で領と会話を行った。白木の支配権をめぐって、和国と高栗が戦争をしていることが、三国式や、後代王被被分などで記録されている。 日本では4世紀後期頃からは東進など南朝への交易が見られるようになり、その後南朝へは5世紀末頃まで断続的に行われた。これが僧女に記された和の五王であり、三、陳、墨、京、武という五人の天皇が知られる。百十三年から七十八年まで和国の和の五王らは東神とにし、また官号のを要求し、 徐々に至っている。徐々を求めた理由については、朝鮮半島での和国の軍事行動権や、経済的利益の国際的承認を求め、朝鮮半島南部の経営を有利にしようとしたと、される。438年には、和王さんを継承した弟の陳が、和国王となり、自ら、支持説と徳は、くだら、しらぎ、みまな、母刊六国書軍事、 安藤大将軍は国王と称し、僧に正式の任命を求め、同年4月、僧の文帝は、陳を安藤将軍は国王とした。451年には次の和国王済みに対して、僧の文帝は、死自説と得は、白木、美真奈、唐、新漢、母漢六国諸軍事を加工することを許しており、白木を含めて統治していることが記されている。三国時代、 5世紀後半頃、白木は、和国や高栗に従属していたが、5世紀中頃からは、その支配下から脱却しようとして、高栗とも争うようになった。一方で、新刊諸国に対する支配力も高め、蚊帳諸国の領有をめぐって、く田らとも対抗する姿勢を明らかにし、三国が相競う様相を示した。6世紀になると、白木では、地償魔立官、方向オーラが、 国政の整備によって国力を高め、6世紀中頃には新興王による急激な領域拡大が可能となった。高栗を攻撃し北に領土を広げ、くだら日本の連合軍を退け、562年には蚊帳を滅ぼして吸収し、文字通りの三国時代となった。中国に対しては564年に北西に長考して、翌年に作法を受け、 その一方で568年に南朝の陳にも長考した。このように中国大陸の南北王朝との関係を深めたことは半島北部の高栗に大きな脅威を与えた。つい、党に対しても建国後間もなく使者を派遣して作法を受けた。党の中国統一の後に危機感を募らせた高栗は不違い祖分が実権を握って緊急軍事体制を指揮。 シラギと激しく対立するようになっていた、くだらの議事王と連携したため、シラギは国際的に孤立することとなった。シラギは643年に全徳女王が党に救援を求めたが、この時に党からの救援は得られず、逆に女王を退けて、党の皇族をシラギ王に据えることを求めてきた。このことが契機となって、シラギ国内では親党派と半党派の対立を生じ、 上大党の曇りが女王の範囲を求めて反乱を起こした。乱を収めた金春秋と金裕信とは新徳女王を立てて親党路線を継承していった。金春秋は中国の律令制度を取り入れる改革をはじめ、650年にはそれまで白木独自で用いていた年号を廃止し、党の年号を用いるなどして、党との連携を強めていった。 兵庫県朝ご市の赤淵神社に伝承する神社略記によると、大化元年に表舞少ね命が丹後、白糸の浜に来襲した白木の賊を討伐した。沈没しかけた船を大海竜王がアワビの大軍を用いて救ったと伝わる。赤淵神社は草壁氏が笹ぐ祭りする。白木は唐の援軍と共に金油神に軍を引きさせ、くだらに進軍。 660年に、九太らを滅ぼす。663年8月に、唐が、白月の絵にて、和国の水軍を破る。当時、小生を取っていた、中野大江の王子は、唐、白木がさらには、博多安から太宰府に攻め込むことを想定し、一万一の場合に備えて、翌664年に、現在の福岡県大野城市から、太宰府市にかけて、水木を築かせた。 翌665年には北九州から瀬戸内海沿岸にかけて大野城、紀城、長戸城などの古代山城を築かせた。築城にあたっては亡命くだら人の奥で福留、四被福をが建設の指揮をとった。667年には東内陸部の大江、大津宮に移した。翌天寺7年正月、中野大江の王子は天寺天皇として即位した。同年、 白木総社門道行が草薙県を盗み、白木に逃げ向く。こうして中地にて雨風荒れ、迷いて帰るという草薙県東南事件が発生している。党の軍事力を背景に白木は、その後668年に高栗を滅亡させた。この間の戦力の成長を支えたのは、カヤが開発した鉄生産技術の取得が背景にあったものとみられる。その後、 白木は旧くだら領を占領していた党とその支配権をめぐって対立し670年から争ったが676年に党軍は半島から撤退し旧国議領の南半分と合わせて朝鮮半島をほぼ統一することに成功した。これ以後日本では統一白木時代と呼んでいる。半島統一後、白木は引き続き 党との関係は緊張し続け、北京に頂上を築くなどして、党に対抗した。他方、党の律令制度を取り入れ、議会などの名称も8世紀半ばには唐風に改められている。党の影響は非常に大きく、この頃、先祖伝来の姓や従来的な名もまた、すべて中華風に改められている。668年以降、日本は剣白義手を派遣している。 672年の人心の乱で勝利した大天王子は、親白木政策を取った。また、時代の児党天皇も、暴府の天武天皇の外交方針を後継し、同様に親白木政策を取ったが、白木に対しては対等の関係を認めず、白木が日本へ長考するという関係を敷いたが、白木は、党との対抗関係からその条件を飲んで、日本への長考関係を取った。 天武天皇の即位から780年まで、日蓮関係の情勢に応じながらも県日本史が30回以上送られている。自童天皇元年、日本の朝廷は帰化した、白木人14人を下野国に、白木の僧侶及び、百姓の男女22人を武蔵国に土地と食料を給付し、生活ができるようにする。帰化人の総数には日本から白木に帰化していた和人も含まれる。 また天皇により白木人の帰国が奨励され、半島に帰還する者に対しては、食料が配布された。歴史的に残留した白木からの帰家人は百、数十名と少なく、多くは中国人である。自動天皇を三年にも投げかした白木人を下付けのに移し、翌自動天皇を四年には帰化した白木の半名松元万島十二人を、武蔵国や下付けの国に居住させる。 霊気元年には、終わり黒人のむしろだくん事勤及び、白木人74人が、美濃国を本願地とし、むしろだ軍に移される、天平五年。しかし、いずれの集落も、その後断絶しており、歴史的資料や他地域への移動も行われていない。牧海国際大領域しかし、696年に、唐と牧海との間に先端が開かれると、牧海により、唐と白木は、 国境線を接しなくなった。これ以後、韓国や北朝鮮では、南北国時代と呼んでいる。732年、渤海に、三島の宝来港を占領された島は、白木に、南からの渤海攻撃を要請。白木は、島の要請を受けて、渤海を攻撃、島と白木の関係は和解へと向かう。島が渤海と和解すると、白木は、渤海攻撃の功績が認められ、 735年に党から作法を受けて、王力皇位難の地の領有を党から正式に認められた。白木が国力を高めて、735年日本へ入居した白木氏が国号を王条国と解消したと告知したため、日本の朝廷は無断で国号を解消したことを責め、死者を追い返した。こうして、両国関係は、 朝鮮半島を統一し国家意識を高め、日本との対等な関係を求めたシラギに対して、日本があくまで従属国扱いしたことにより悪化した。なお、当時、牧界が成立し、日本へ、県日本史を派遣していることも背景にあるとされる。翌736年には、県シラギ大使の安倍津熊郎がシラギへ渡ったが、外交施設としての礼遇を受けられなかったらしく、 朝廷は、伊勢神宮など諸者に、白木の無礼を報告し、長福のための奉兵をしており、以後しばらくは、白木氏を大財布に止めて帰国させ、入居を許さなかった。なお、安倍継熊は白木からの帰国途中に病死し、残された使い白木氏の帰国後、平城京では、天然痘と見られる薬病が流行った。当時、この薬病が白木から持ち込まれたと信じられた。だが、 随員の雪連宅マンは白木到着前にすでに病没していること。三国式では、県白木市の白木到着前後から、聖徳王を含めた白木川用人休氏の記事が現れていることから、県白木市出発段階で、すでに感染者がおり、その往復によって、日羅両国に感染が拡大した可能性も指摘されているが、雪連宅マンがこの薬病の症状を発して死んだ。 ことは記録されておらず、無関係な病死である、可能性が高い。745年頃から750年代後半にかけて、白木で、飢饉や薬病が発生し、社会が疲弊していた。755年には、白木王のもとへ、上のため、自分の股の肉を切り取って、父親に食べさせた男の話が伝わるほどだった。この時に、日本の九州北部をはじめ、 日本へ亡命し、帰化した、白木の民が多数いた。しかし、その移民の数が多いため、天平法治3年9月、天皇は、太宰府に、白木からの帰化人に対して、帰国したいものがあれば、食料等を与えた上で帰国させようとする御事との理を出した。翌年には、帰国を希望しなかった、白木人13人を武蔵国に送還した。また、飢饉や薬病によって、 口実する白木の族が発生したともされる。752年、白木王子金大連ら704名の白木氏が来日し、日本へ調行した。この施設団は、奈良の大仏の塗り金用に大量の金を持ち込んだと推定されている。この際は王子による調行であり、外交的には日本に服属した形となった。長行の形式を取った意図は明らかではないが、当。 北海との関係を含む国際情勢を考慮し極度に緊張していた両国関係の緊張緩和を図ったという側面と交易による実利重視という側面があると見られている。近大連は実際の王子ではないとする研究が一部で出されているが王子の兆候を演出することによってより積極的な通商活動を意図していた説には確証はない。 翌753年には、長安の大民軍で開催された、党の長賀で、検討し大友小丸が、白木の使者と石字を争いを通すという事件が起こる。この際、党は、日本側の白木が和の従属国であった事実を受け入れ、白木を会に置いた。この年の県白木大使は、白木で、慶徳王にスすることができなかった。天平法治2年、党で、 安六山の乱が起きたとの方が日本にもたらされ、藤原中丸は、太宰府をはじめ諸国の防備を厳にすることを命じる。天平法治三年白木が、日本の施設に武霊を働いたとして、中丸は、白木征伐の準備を始めさせた。軍船394隻、兵士4万700人を動員する、本格的な遠征計画が立てられるが、この遠征は、 後の後見上皇と中丸との不和により、実行されずに終わる。朝鮮半島を統一し国会意識を高め、日本との対等な関係を求めた白木に対して、人質の献上や朝工を受けるなどし、従来より白木を続国とみなしてきた日本は、激しい反感を持ち、その様子は、藤原中丸が、牧会の要請により白木討伐計画を立ち上げた、際の主張である、 白木が属国であるにもかかわらず、日本に比例であるためとしているに伺える。これより、以降、恵や寿司王の時代の白木では、律令体制の推進派と旧来の貴族連合的体制への復帰派との間の対立は、顕在化し、反乱が多数発生する。六十八年七月には、貴族連合体制復活派とみられる大教、大凶、大角の兄弟の反乱が発生し、 王と33日間包囲するが、王の軍隊が閉廷した。770年8月には、律令体制推進派とみられる、金融の反乱。775年6月に、貴族連合体制復活派の金印居の反乱。775年8月には、律令推進派の連想、正門が反乱を企てたことが発覚して、中滅された。年正月には、 白木政府が教書を出し、律令体制を強固に推進した、慶徳王が、東風に改名した百貫の名称を、旧来のものに戻した。貴族連合体制派への譲歩であったとみられる。8世紀の終わりに、白木の国内が混乱すると、再び、日本に陰銀な態度を取るようになり、放棄10年、白木は日本への服属を象徴する三次を、たずさ使者を派遣した。この長は、 日本が白木に要求し続けた念願の品であった。また、白木の混乱により多数の難民が日本列島へ亡命し、大量に帰化を申請する事態が発生するが、日本側は万国の人民が天皇の徳をしたって帰化を願うことは日本における中華思想にかなっていたため帰化を許可した。780年2月。 遺産の禁止帝が反乱を起こし宮中を包囲する。同年4月、金義美が金義信と共に拒兵し、禁止帝を滅ぼす。この戦乱の中で、恵康雄安も王妃ともに殺害された。この八世紀末の白木では、780年に、ブレツ王の王党が絶えると、王位継承の争いが激しくなり、王位産脱や王都内での反乱が頻繁に発生する様になった。 また災害や、飢饉、また相次ぐ反乱や内戦、また、墓会との対立などもあり、白木は衰退する。日本では780年に、正規の県白木氏は停止され、以後は、県陶市の安否を問い合わせる死者が数度送られたのみとなった。しかし民間レベルでの交流は続けられており、当、日本、白木商人により、日本の文物を、当、白木へ、当、 白木の文物を日本へと運んで交易に励んだ。そのため、三国の情報は、比較的詳細に交換されていた。有名な白木商人に、長方向がいる。白木第第37代の王戦徳王は、782年うる正月等に対して、長考を行った。勢力を強めている北海に備え、北方面の守備に努め、八十一年七月には、 高位岩の地に死者を送って安部し、また782年2月には、神山州の住民を高賃に移住させている。785年正月になって、ようやく党の特捜から県業退位、鳥林修士し、冥海軍師、白木王に作法されたが、病に倒れてそのまま、正月13日に死去した。第38代の大本聖王は、たびたびの天才に際しては、 祖族を振る舞って、民の救済を行ったり、政治的混乱の収集に努めたが788年秋には、盗賊が現れ、791年には、元の自中の提供が反乱を起こして中殺されるなど、安定はしなかった。786年に、党へ長考し、特捜からは、白木の長年の中勤を異部する証書をもらっている。白木第40代の大愛。 相応の時代の801年10月には、丹田国からの兆候を受けた。丹田国は、文武を19年に、白木に隷属していたが、後に独立していた。803年には、日本とも国交が再開された。両国の交渉について、三国式白木本議では、相相応の4年7月、国交を開き通行した、5年5月、 日本から黄金300両が新城された、7年3月、日本からの死者を朝、元殿で陰蔽した、9年2月、日本国の死者を厚くもてなしたという4例を伝える。日本語記では、延暦23年9月期中上で、大友宿根新万里を白木に使わしたの一例を、伝えるのみである。八百五年、白木は党に長官を呼び、殺意のの社の派遣を行い、 次の剣徳王元に対しては810年10月に王子金憲章を送って金銀製の仏像などを検証したほか定期的に兆候を行った819年7月には当の州で李氏道が反乱を起こすと兵馬を挑発する憲章の招徴に応えて将軍金おすら3万の援軍兵を派遣している812年9月には 渤海へも死者を派遣して動向を伺っていたが、千王大人州が即位するに及んで緊張を増し、後に826年7月には関、山衆以北の州軍から1万人を挑発して、高則に300里の頂上を築いて、渤海の南下を受け止める備えとした。白木国内ではたびたび災害が起こって民が飢える、事態が発生した。そう免じたり国葬を開いたが、 816年には、石膏小島部へ流入した民が170人にも、上った。この時代には、地方のすぐりや王都から地方に飛び出した、大継承に敗れた王族や官僚らが軍事力を、背景に勢力を伸ばし、信仰の豪族として勃興した。そして、地方で頻繁に反乱を起こす。819年3月には、各地の族とが一斉に放棄したが、 諸州の都督や大衆に命じて地が圧される。しかしこうした地方勢力を王権のもとに確実に掌握できていたわけではなく、首都慶州中心主義的な政治に対して地方勢力は反感を持ちながらも団結して対抗するための中心を求めていた。白木の国内情勢が悪化する一方、一部の白木人は日本へ亡命したり、また俗化した白木人がたびたび、 日本を襲撃してもいる。公認2年12月6日、白木船3艘が津島島に現れ、1艘が下阿賀田軍の佐数らに着岸した。船に10人ほど乗っており、他の2艘は闇夜に流れたが、翌12月7日、未明、10日を灯し、あいつらなった24艘の船が姿を現し、続船であることが判明した。 そこで先に着眼した者の,のうち5人を殺害したが、残る5人は逃走し、うち4人は後日捕捉した。島の兵庫を守り、軍師に動員をかけ、白木を望み見ると、毎予数箇所で河口が見えると、太宰府に報告された。太宰府は通訳と軍機を津島へ派遣し、急姉に準じて、要害の警備に尽くすべきことを、太宰府管内と長と岩見、出雲等の国に通知した。 公認4年2月29日、非前の強盗、賞金島に、白木人110人が5艘の船に乗り上陸し、島民104人を殺害した。具体的には、白木人は、島民9人を撃ち殺し100人を捕虜にした。4月7日には、白木人、一世、新刊と枝えらが、日本より白木へ帰国した、と財布より報告された。この現状に対して、 白木人らを尋問し、帰国を願う者は許可し、帰化を願う者は、慣例により処置せよと指示した。事後の対策として、通訳を津島に置き、商人や漂流者、帰化難民になりすまして、毎年のように来航する白木人集団を尋問できるようにし、また、上は2年には先森を330人に増強した。上は5年には、 796年以来耐えていた石弓氏を復活させ、駅に配備した。公認5年、書き足した白毛人カラヌの小糸を6人を美の国に配す。公認11年には、日本国内の東東美、駿河両国に位配した白毛人在留民700人が反乱を起こしたが、そのほとんどが処刑され、鎮圧されている。乱御処理として、公認十四年に若くして、 紀鋭の貴族、藤原守が、とうとう海守に任ぜられる。守は穏やかで、落ち着いた統治を行い、在地の百姓たちも喜んだ様子であったとされる。守は後に、太宰府勤務の時期、朝廷に対し白木人の渡航者団と帰化申請を受け入れないことを憲白し、認められている。天朝元年、白木人、新寮、近畿が、吉見城東五十4人を、 道の区国に安置し、法により、福を休止、乗り田を区分殿に充てる。822年3月、武鎮州、葵州、熊川州の都督職を歴任した、金和正が反乱を起こし、有心をととして、長安国と合すると、国土の大半が金和正を支持し、王権に対抗する姿勢を見せることとなった。金和正の反乱はヶ月ほどで鎮圧されたが、 乱の鎮圧に活躍した東伐軍は貴族の士兵と過労集団であり、律令体制の下での平成は有名無実化していることが露見した。825年1月には金和正の子の金本文が高達山を根拠として反乱を起こしたが、これは北館山州の都督によって鎮圧された。832年の春夏の干ばつ。 7月の大雨で強作となり、飢えた民衆が盗賊となって放棄する。10月には各地に死者を派遣して、イブに勤めた。翌833年にも強作で、民が飢餓に苦しみ流行り病で多くの死者を出すと、834年10月には王、自らが巡行して民に穀物を分け与え、民心の安定を図ろうとした。検討視線保護問題上は3年。 日本が検討しを久しぶりに派遣することが決定した際、検討士船が難破した場合の保護を白木に要求した。すると、白木、川出事称は、死者君未を問い詰め、小人の交差子の罪を除し、大国の観光の利を申すとの帳を日本に送った。小人とは、死者君未大国は、白木自身を指す。このような白木の台頭、または、 尊大な態度に加えて、また繰り返される、白木の入港などの白木の俗の信仰に対して、それまで白木を万国とみなしてきた日本は憤慨し、俗日本語機は、この事件を後世に伝えなかったら、公人は特質を判断できないとして、質受賞調全文を掲載している。日本の対白木外交方針の変換上は9年、日本は外交方針を変換させ、 白木からの帰化人対策に詳しかった、太宰第二、藤原守が、白木人の越境を禁止を朝廷に進言した結果、以後は、帰化を申請してきた場合でも、漂着民に、食料衣服を与えて追い返すこととされた。これは、上岸客にも収められ、以後の対白木外交の基本方針になった。商人、長歩行の下に逃げ込んだ金融庁らの一派は、兵と財を借り、 838年3月に挙兵。金明が武州を下してさらに、南原将警を陥落させた。839年1月、側近にすら逃げ出された敏愛王は兵士に殺害され、幽長が人武王として即位し、長歩行にカニを与えたが、病を得て即位後6ヶ月で死亡。その四分聖王もまた、長歩行にカニを与えるが、 中央貴族らに下げすまされた張歩行は待遇に不満を持ち846年に清見鎮で反乱を起こした。大川は宴会中に張歩行の暗殺に成功する。これらの動揺は地域社会にも波及し、旧世期末には農民の反乱や豪族の独立が頻発する。ただしこの846年という年号は不確かであり、 俗日本語記では841年11月までに死去しているとする。またこの頃、超北欧と日本の分野の宮玉路の密貿易が発覚している。第48代の王慶文王は、東へ862年7月に使者を派遣して、土産物を奉納した。864年4月に日本からも国史を迎えたとされるが、日本側の死書には対応する記事はない。 866年10月に状況兄弟が反逆を図った。事前に発覚して状況一族は中滅された。867年5月には薬病が8月には洪水が起こる。868年1月には金英、金元らが反乱を起こして中殺された。870年にも地震、洪水、薬病が873年にも 飢餓と薬病が起こり、正常は安定しなかった。874年5月にも近州が反乱を起こしている。上岸8年には、非前紀伊軍議体量産、春永富士津軍量崩津高木軍義太量大当主、枯れ木根軍住人、長岡富士津らが、白木人と共謀し、津島を攻撃しようとした計画が発覚している。 上岸の半阿田上岸11年6月から、白木の海賊、寒二層に乗り畜前国中軍の津に上陸し、武前の三木朝鮮を襲撃し、年貢の絹綿を略奪し逃げた。日本側は追跡したが、見失ったと、日本三大実力に記録があり、また、隣国の兵角、隣国である白木の戦争のことが、背景にあるのではないかと占いが伝えたとある。なお、 同上岸11年5月26日には、上岸地震や日後で地震が発生している。日本側の対応日本政府は、宴会処分の警備を固めたほか、内容の白木商人ウルーキーよら30人を逮捕し、放逐することに決めた。その後、白木に捕獲されていた津島の漁師、浦辺をつくそマロが、現地の被害状況を伝えたため、 結局、大宰府管内のすべての在留白木人をすべて、道の区国などに移しく分弦を与えて帰化させることに、定めた。この時、白木は大船を建造しラッパを吹き鳴らして、軍事演習に励んでおり、例えば、津島島を打ち取らんがためなりと答えたという。また、現地の文雄が、白木国の帳を入手し、大宰省に、藤原元里万友の内容を告発した。 870年2月15日、朝廷は、石弓市や先森の戦士50人を津島に配備する。また、在地から挑発した兵が、役に立たないと見た政府は、不襲すなわち、律令国家に服属した絵像を配備した。これらの国防法令は、演技格に収められ、以後の外交の洗礼となった。また、伊勢神宮、岩清水や渡宮、河岸井、 神宮寮などに法兵及び国分を捧げ、我が日本の朝は、いわゆる神明の国なり、神明の守り玉はば、何の平野だが近く来たるべきやと訴えた。こうして、白木を敵視する考えは、深刻思想の発展へとつながっていった。また、神宮皇后による三冠政抜説はもたびたび参照されるようになる。十二年九月、 白木人二十人のうち、清芝居、鳥政、南巻、安長、全連の五人を武蔵国に、総高家シャミ伝僧、関海、元正、巻祭の五人を、カ佐国に、淳清、火西、関山、長縁、最長、マダイラ、張清、大イアリ、恋愛の十人を陸奥国に配する。また、上岸十四年から十九年にかけて編纂された。 上岸儀式ついなぎでは、道の区国伊東、五島列島伊勢、土佐国伊南、佐渡国伊北は、穢れた、駅気の住処と、明記されている。こうして、大白木関係が悪化すると、天皇の支配する領域の外は、穢れの場所とする、王道民思想も、新国思想と共に形成された。則安王の時代には、東へ876年7月に朝貢を行い、 878年4月には、起草から作法された。878年8月には日本からの死者を朝、元殿で隠見したこと。882年4月には、日本国王が黄金300両と銘玉10個とを信条する死者を派遣してきたことを、三国式白木本義は伝えているが、日本側の資料には対応する記事は見られない。869年に、 白木の海賊船が博多を襲って以来、白木と日本との間には緊張関係が生じており、日本三大実力によれば、元領4年に白木の族が侵入するという情報を得た、日本海沿岸の諸国は厳重な警戒体制を取っていた。しかしその間にも、孔子にわたる死者の往来はあったものと見られている。三国式白木本義には、 のりやす王の時代は順調であったと記しているが、879年6月に、信弘の反乱、887年1月には、金城が反乱を起こしている。白木歴代唯一の女王正清女王は、官員にふけり、後期は大いに主観した。この女王の知性には、国内で反乱が続発し、五三国時代の幕開けとなる。知性11年の897年。 女王は、盗賊放棄、これこの不得なりと宣言し、大使に上位してしまう。上岸15年、武将でもある、小野遥が、津島守に赴任、政府に食料袋1000枚、捕虜占領を申請して、防備の拡充を行っている。官票5年893年5月11日、白木の族が、日後国秋田軍で民家を襲撃し放火した。また、 非然国松浦軍においても襲撃してきたが、逃げた。この知らせを受けた朝廷は、政治の中枢の人間である三義の藤原国常を、多在言の措置に任命して、討伐を命じるなどの対策に追われた。官票六年、当人も交えた、白木の船大将百艘層に乗った2500人に上る、白木の族の大軍が津島に侵攻を始めた。十五艘でやってきた族とに対し、 9月5日の朝、武将としての経験があり島守に配されていた、ふ野や善友は、軍事支設を統率し、誘い込みの上で石弓を構えた、数百の軍勢で迎え撃ち、220人を射殺した。族は、計300名を撃ち取った。また、船11、立ち50、右船、弓子角110、縦312にも上る莫大な兵器を奪い、族一人を生け取った。 捕虜の証言ではこれは民間海賊による略奪ではなく、白木政府による襲撃略奪であった。捕虜曰く、白木は不作で上に苦しみ、蔵も尽きて、王城も例外ではなく、王、王を捨て、国技能取らんがために帆を飛ばして参り来たるという。その全容は、大将の船百艘、乗員二千五百、逃げ帰った将軍はなお三人いて、特に一人の、 当人が兄弟である、と証言した。翌年の官票7年にも、白木の族が息を襲撃し、感謝が焼かれた。このような族の来襲は、白木滅亡後の高麗時代にも発生している。白木だけではなく、当政府の関与も疑った朝廷は、官票6年、関与を調査するための検討士の派遣を儀するが、9月19日に、 ダザイフの悲劇の使いが撃退の成功を伝え、検討士も中止された。不走略記では、官兵6年の9月に白木船45艘は、津島を襲ったが、日本は、ダザイフの噴戦で、これを迎撃して、危機を脱したと記されている。合戦後の捕虜となった、白木人の剣春は尋問で、前年来の不作により、人民植え区の状態が続き、白木では、 王上不安だったと答えている。これを打開すべく王の命令により、2500人の軍が大将100層に分譲被護したと記されている。なお、三国式では10年に相当するが、10年の記述は三国式では消失している。有力な勢力となった農民出身の県県が892年に南西部にあと、くだらを、 白木王族の旧英が901年に北部に後、高栗を建て、五三国時代に入る。白木の高安王は対抗できず、主職に溺れ、白木の領土は日増しに削られてゆく。あと栗の武将であった王権は後、九だらとの戦争で何度も勝利し、軍神たちの辛抱が扱った。しかし旧英には嫌われ、命を狙われそうなこともあった。旧英は宮殿を再建したため、 民衆の不満が高まった。また自分を魅力菩薩と呼ばせて、関心法で人の心を見ることができると言い,い、反対派を粛清した。王権は政変を起こして、旧英を追放し918年に、後来を起こした。白木の敬明王は920年、王権と吉美を通じて後、くだらに対抗したが、924年に亡くなった。 次の慶愛王は927年に宴会をしている最中、極らの剣剣に奇襲を受け、殺された。その次の慶順王は剣剣により、王位につけられた。以降、高来と後くだらの戦争が続いたが、935年、極らの王の剣剣が四男に王位を継がせようと、すると、長男の謙親権が反乱を起こし、謙親権は剣剣を寺院に監禁し、 王位を奪った。ケンケンは935年6月、ごくだらから逃げ出して、高麗に亡命した。王権はケンケンを国賓として迎えた。同935年11月、白木の慶順王が軍心を挙げて、高麗に基準した。これにより白木は滅亡した。高麗は翌年の936年に後、くだらを滅亡させ、朝鮮半島を統一した。 ありがとうございます。